FM 流進堂 DJ の流進です。ついに春休みも終わってしまい、まあ大学が始まりですね、新しい1年間も始まったわけなんですけれども、春っていうのは3月の卒業があり4月の入学があるっていうことで、出会いと別れという出来事がいろんな場所で起こりまして、そんないろんな出会いとか別れっていうのを横目で見ながら、僕はある種なんというか厳粛な気持ちになるっていうんですかね、まあ背筋をピンと伸ばすかのようなある種のこう緊張感と、いろいろな今年いろいろやるぞっていう、まあ自分をね奮い立たせるような、そんな気持ちになるようなことが多いんですね。それで僕が大学1年生の時に、まあ大学に入学したての頃を思い出すわけですね。今年も新入生の彫刻の1年生が入ってきて、なんていうんですかね、新入生歓迎会という言いますか、まあ会というか、まあ顔合わせ会ですね。顔合わせ会をして、まあ1年生の自己紹介を聞き、また自分の自己紹介もして、お互いに、名前と学年と出身地なんかを言うようなことがあったんですけれどもね。それで新しく入ってきた1年生を見ては、自分が大学1年生に入学したての頃を思い出して、まあ一種のこう緊張感を持った精神状態になるわけですね。まあ大学に在学して長いんですけれども、まあその間ね、一度も留年とかはせずに、まあストレートにここまで、まあ、やってきたんですけれども、それでもね、一筋縄ではいかなかったので、今までいろいろ試行錯誤とか悩んだりとか苦しいこととかありながら、少しずつ学年登ってきたんでね、そういう1年生の時に入ってきたこととか、大学時代に苦労したことなんかをやっぱり忘れちゃいけないなっていうのは、思うんですよね。それでその苦しかったことを忘れないで、まあ今楽しめばいいと思うんですけれども、今かなり自分の中でも制作環境とかが変わって、例えば僕が映像を始めた大学3年生の頃っていうのは、映像を始める時の障害が大きかったんですね。というのは例えば映像を作る時にどんなソフトが必要なんだろうとか、映像のフォーマットはどうやって保存したらいいんだろうとか、あと、その撮影の仕方とか、映像編集ソフトの使い方とか、こう、下地となる勉強しなければいけないことが多くて、その、創作に結びつくことよりも、やっぱりこう整えなければいけない環境が多すぎて、まあ、発想としてね、映像を作る時の発想として頭の中でこう占める割合っていうのが、結構その習得しなければいけない技術とか知識っていうものに意識が向いてたんですね。それでまあ去年とか今年も引き続きそういう面はあるんです。僕は映像を始めてから今日まで常に、新しい技術だとか、やり方、技術的な方法論だとかをずっと勉強し続けてますので、毎年新しいものに挑戦してきているんですね。だけれども、例えばソフトの使い方でつまずくとか、写真とかビデオの使い方でつまずくっていうことがなくなってきましたので、純粋にこうどういった内容の映像を作ろうかっていうことに、まあ、意識を集中できるようになってきたわけですね。それがね、また一段とその映像を作る楽しさにつながってるんですよね。
まあ楽器でもそうだと思うんですけれども、その楽器を練習しなくても良くなる段階ってあるじゃないですか。つまりその音がもう自由に出せるようになって、即興で音楽もできるし、楽譜見ながらでもできるし、もうその練習するっていうこと自体から解き離れて演奏する方に、練習ではなく演奏する方に集中できる、意識を集中できる、その時にもうすんごいその音楽の楽しさっていうのが広がると思うんですよね。それと同じようにですね、今も僕が今ぶち当たっている、映像の、まあ、心境ですね、心持ちとしてそういう部分に、心理状態になってるわけですね。だから今映像作ってるのが昔とは全くちょっと違った意味合いで楽しくなってきたわけですね。昔作ってた映像の楽しみ方ってちょっとスポコン的な側面がありまして、まあ一個一個階段登っていく、行くかのような楽しさがあったわけですね。ただ今はそのスポコン的な楽しみとはまた別の、純粋にそれそのものをやるっていう楽しさに、なってきているなと思っている今この現時点のこの段階でですね、5月の展示っていうのはすごく今楽しみな状態になってるんですね。ちょっとコーヒーを失礼します。それで5月の展示なんですけれども、今その何人かと、映像なり音楽なりっていうその作ったものをやり取りしているっていうことが増えていく中で、その展覧会 に対する、やり方というか、こういう展覧会作ろうかなっていうような構想も今こうまとまりつつあるというかね、自分の中でアイデアが出てきたわけですね。最初はまあ普通に映像を展示しようかなっていうふうに思っていたのですが、今はそのですね、友人たちとの映像とか音楽とかのその創作したもののやり取りの中で生まれてきたものっていうのをちょっと5月の展示で、見せたいなと思うわけです。だからちょっとその古典的な意味ですか、一人展的な意味合いで、自分がやってきた作品をこうバババッと見せるっていうようなやり方とはちょっと、趣旨の異なる展示になる予定なんですね。それでそういう、まあ、一つの提示というか例示みたいな意味合いでもやりたいと思ってますね。まあいろいろ最近金銭的なこととかで障害が多くてなかなかこう活動を広げられないっていう面と、だけれども、自分自身の内側で起こっているその進展している部分ですね、そこの問題と両方はまだいまいち歩み切れていない状態なんですけれども、なんとかね少しずつ、日々一歩一歩前に進んでいきたいなと思ってますね。はい、今日は春という季節の中で新たにねこう頑張ろうという決意表明というかね、今考えている、展開についてお話しさせていただきました。では失礼いたします。